スプラトゥーン2で、ペチ塗りって言って、この、ペチペチした状態で、縄張りのインクを塗っていくってのをやってみたんですけど、なんかスプラ2の、煽りがとスプラ3の煽りがちょっと違うんだよ。お団子状みたいになっちゃってるので、あれ少しね、変わって難しくなってるの。ただ一応ペチ塗り自体は、できます。一応できます。で、今回はこのペチ塗りを使って、戦っていこうかなって思ってます。はい、ということで今回はピンクチームと青チームに分かれてペチ塗り対決をしていきたいと思います。まあ、縄張りバトルするんですけど、ペチ塗りだけでやっていきましょう。位置について、よーい、スタート！さあ、始まりました。最後の縄張りの判定で勝ったチームが勝利します。なので、他の人より他の人より多く、他のチームより多く塗った方が勝ちです。なんかね、ちょっとだけね、やりにくいんですよ。なんかね、スプラ2の時より難しくなってる感じがする。ちょっと待って、むずい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 、これ意外と難しい。俺じゃあちょっと真ん中から攻めるから、みんな端っこから、みんな端っこからよろしくお願いします。誰か攻めてきてる、俺のとこ。俺のとこ攻めてきてる。てか、上手くない？でも、青チーム上手くない？青チーム上手いぞ。これ誰上手い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 。僕、スプラトゥーン3でも、ペチ塗り上手いんですけど。やばい、この青の人上手い。ヒルさんだ。ヒルさんだぞ。これ上手いぞ、この人。待って、上手い。やばい、食われる。インクが食われる。この青い人、うまい。お、ヒレを待て。俺のとこやられる。塗りつぶせ。食い尽くせ。いけいけいけ。まずい。まずい。まずい。判定までいかないかも。まずい。いや、終わり終わり。ちょっと、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 ちょっと。もうなんか、わかるわ、判定。いや、0.8% だって。はい、ということで、2回戦目を、この状況から、していきたいと思います。ちょっとチームを変えたので、次こそ、俺は勝ちたいなと思って、ピチ塗りが早い、ヒレオさんに入ってきてもらいました。ということで、行きましょう。よーい、スタート！さあ、始まりました。まず全国横断するためには、まずこの真ん中から俺は、線を引いていこう。これね、相手チームどんだけ食べれるかなんだよな。ヒレオさん上手くない？ヒルさん上手くない？その、端っこから攻めるの上手くない？ちょっと待って。あいつ強い。あいつ上手いぞ。あいつ上手い。よしよしよし。いけいけ、みんないけ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 。塗り尽くせ。オレンジで塗り尽くせ。ペチ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 。青チーム困ってる、青チーム困ってる。青チーム困ってるぞ。うわ、浮いた浮いた。イカちゃん浮いた、イカちゃん浮いた。僕、やっぱりペチ塗りの天才なのかもしれない。つよつよ。食いつくせ、食いつくせ、ひらさんいけ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 。相手もう潜れなくなる。あ、ちょっとつよつよ。のペチ塗りは止まらないぜ。むしゃ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 。待って待って、ない、もうないよ。オーバーキルした。もうない、塗る場所ない。僕色に染めた。KO、 これは KO だ。0%。 ひでえ。